コンサドーレラボはコンサドーレのことをもっと多くの皆さんに知ってもらうために札幌市内各地で開催するイベントです。今日は子どもの皆さんのためにということで少年院大使を抱いていこうよということで、元プロの、コンサドーレでプロとしてやってらっしゃった、サッカー選手だった方が吉原浩太さんに皆さんにいろいろお話をしてくれます。本日の司会進行をします、私、大井三郎と、山本由紀さん、ヨーデルさん、ヨーデルでいいです、はい、ヨーデルさん、よろしくお願いします。ヨーデルさんと三郎です、よろしくお願いします。それでは、本日のゲスト吉原浩太さんをお呼びいたします。拍手でお呼びください。吉原さん、吉原浩太さん、皆さんご存知だと思いますけれども、まあ、1978年2月2日生まれ、30です。1996年にコンサドーレ札幌に入団されて、エースストライカーとして活躍されました。99年には五輪代表、そしてその後、A 代表に選出されて、コンサドーレ在籍しながら初めての日本代表選手ということになりました。その後はガンバ大阪、大宮アルティージャン、ホーリーホックでプレーをされまして、17年の現役生活、総得点もなんと124歳、昨シーズンで引退を決断され、今年からコンサドーレ札幌の運営会社、北海道フットボールクラブのスタッフとして活躍されております。それでは今日は吉原さん、子供の頃のお話とかですね、どうやってプロサッカー選手になっていかれたかというところも含めて、いろいろ聞いてまいりたいと思います。お話を聞いていて、質問がありましたら、先ほども申し上げたように、もう途中ででも結構ですね、どんどん質問して来てください。これ大人の方からの質問でも結構です、ね、よろしくお願いします。それでは吉原さん、はい、ヨーデルさん、はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではマイクをバトンタッチ受けました、ヨーデル山本と申します。ご覧の通り今日の主役吉原浩太さんの引き立て役、脇役として頑張りたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。まずちびっこの友達に聞こうかな。自分の友達で関西弁喋る人知ってる？友達関西弁喋る友達いますか？いない。太田さんはね、とっても関西弁が上手なんですよ。どうしてでしょう。藤井寺というところで、藤井寺というところで大阪府、はい、大阪府です。で、ここのオランがちょっとまだ、ちょっと待ってくださいもう行く感じですか？もう行く感じですか？ちゃんとちょっと集中して生まれるみたいな、生まれて近鉄のスタジアムで有名なんですね。そうですね、はい、これマイク入ってます、入ってます、あ、入ってます、はい、シーデラー球場、近鉄バファローズの子供があったとこなんですけど、まあ今の子供は分かんないです。オリックスとかも買っている。そういう野球の球場がある町で生まれて、はい、サッカーに進んだっていうのはどの点？まあ、本当は野球やりたかったんですけど、長男と、僕三男なんで、長男が野球やってて、それを目指してたんですけど、母がなんか高校サッカーに痛く感動して、私をここに連れてってみたいな言い出して、本当そうです。ここであんたはやりなさいって言われて、これはサッカー、
全日本高校サッカー選手権の、はい、歌に乗って舞台で活躍するのをお母さんは期待してたと。そうですね、はい、これは例えばお父さんがサッカー選手だったということで。いや全然、お母さんが若干足が速かったお母さんね、そこはやっぱりいいですけど、もともとバレーボールのなんかやったり好きやったらしいんですけど、その 昔なんで、島根県の高校で田舎の高校で、大会とか記録会だけがあるとその高校で一番足が速いから陸上部に駆り出されて、いや走ったら島根県の記録が出たっていうぐらい足が速い。まあ今で言えば福島千里さんみたいな感じで、また極端なことなんか、まあ、それぐらい結構足が速くて、まあ、お父さんはそんな運動はできなかったみたいですけど、はい。ということになりますと、今こうちびっこさんも今日在来してますけども、はい、サッカーを始めたのはじゃあ何歳ぐらいから。まあ小学校入る前から近所でボール蹴り出して、まあ、まあ、正式に少年団に入ったのも小学1年生私も孫がいるんですけども、はい、早くに始めた方がいいかなと思うんですけども、はい、早く始めれば早く始めるほど上手くなるの。それランドセルってどれくらいしてかっこいいじゃん。いや、あんまりでもね、今のこう子供とかを見てて感じるのは、はい、俺らのちっちゃい頃、そのサッカーか野球とかしか選択肢があんまりなかったの。ね、だから今は本当にそういう意味ではこう恵まれてるのか、まあ何でもある時代にいるんで、子供今の子供さんにしたらちょっと大変な時代かなと思ってる。逆にね、恵まれてるので。いや今は本当ね、小さいお子さんいろんなものを目指してほしいと思います、うん、サッカー、フットサル、ビーチサッカーちっちゃい球が、硬い球がガーンなんて当たったり、ボッコでこんなガーンって言ったら危ないですよね。ちっちゃい球が当たるって言うんですよ、野球が。でも、2着に行きながらそれもいいかな、はい、うん、そしたら、うん、野球とサッカーとこう一時は両方やってた、今でいう大谷さんの理由、そういうみたいな。まあ、だから、その野球を全くやらせてくれなかった。あ、厳しい。結構、その辺は徹底してますよね、これなんか。なんかでもまあ自分の性格上こうじっとも知られない性格だったんで、まあ、サッカーの向いてたっていう、ずっと動き回ってた子供だった。はい、そうすると小学校1年生ですよ、サッカー始めた。あらあら、2年生何の情報ですかこれ。ちょっと目修正しない、イメリア修正しない。考えてますね、日程を太っちょいちょいね、ちょいちょい間違ってるんですよ。さっきも16年で、ね、サッカー生活って言ってて、俺17年でやってます。失礼しました、現役17年と、ね、コンサドーレの頃はプリンス貴公子と言われた浩太さんも今は可愛いお子さん。あ、そうですね、はい、何歳くらいですか。1歳、ちょうど1歳。1歳、はい、ということはいつぐらいから始めさせようと思います。え、サッカー、サッカー、女の子。え、女の子だって。あ、女の子。いや、なでしこもあるじゃない。はい、だってね、もう今でもやっぱ僕に似てこう、ちょっと骨太っていうか、なんかすごい体力ありそうやなって感じなんで、まあなでしこ悪くないかな。重量上げてもらおうか。見てんちゃうかなってぐらいすごいコロコロしてるね。ここ骨太カルシウムみたいなミルクを飲ませてるとか。ねえ、なんか、いや、俺昔から牛乳がダメで体に合わなくて、まあ、ねえ、こう、ダメなんですよ。この北海道ミルクランドで牛乳が飲めないっていうのは辛いっすね。いやでも、お風呂上がりとかこう体の調子がいい時は飲むんです。調子がいい時じゃないと飲めない。あんまりね、体に合わない。あの、お腹は…そうそうそう。あ、なんかでも、
ね、まあ、牛乳の話もあんまりね俺の中ではこうあんまりこう飲んだ方がいいのかなっていうね疑問のがあるんですよね俺の中ではいいんですかね牛乳押さないと押さないと牛乳が出ちゃう牛乳押さないと多分俺牛の乳ですから、うん、なんだこれPP 反対ですよね皆さんね政治の話はやめよう政治の話はやめよう何出すの他になんかじゃあもうサッカー一本やりて習い事とかは何もいやもうピアノとかめっちゃやらされましたよスーパー小学生だったの あサッカーだけじゃなくてサッカーをやらされるのもあるけど、はい、遊ぶ日がなくて、あの覚えてるの英会話と英語を2つかけられて英会話と英語なんかね外人さんが家に来るのと、はい、で英語はもう一個近所のところに出向くのとで小学校でしょサッカーでもう一個もサッカー教室みたいな鎌本サッカースクールみたいなのあったんで長い教室結構遠くまで連れて行ったんですよ私もスーパースターですねはいで昔あのオリンピックで得点を取ったんですよねメキシコオリンピックああそうですね鎌本ちょっとね大人はまずわからないと思うんで今なんか議員をやったりなんかいろんな面白いことしてる人とかあと習字そろばんで水泳でしょで冬にはスキー、うん、冬にはスキースキーも習わされましたあと、あともう一番面白いのはアマチュア無線まで取らされたアマチュア無線小学校の時からマジでちゃんと免許も、はい、だけどもうほとんど教えてもらって小学校低学年ぐらいのアマチュア無線になるんですそれで本来の勉強する暇がなかったなかったです失礼しましただからその中でもこう自分で子供なりにこう弾いてたんですよそろばんっていらないなとかあ向いてないなとか習字と水泳やっぱ泳げたりするの絶対うんまあスキーもまあできたのちょっとあんま捨ててないんですよ今のところそろばんしかその他もねなんかちょくちょくやらされたのはあったんですよあアイススケートもアイススケートはいアイススケートもやってたしそのサッカーを始めた頃に今の吉原浩太に至るあの練習方法が良かったなこれで上手くなれたなみたいななんか当時の思い出とか当時まあこうちっちゃい時からもう結構研究熱心というか上手い子はどうやって蹴ってるかなとか俺はなんでこのボールが浮かないんだろう単純にパワーが足りないだけじゃなくて蹴り方は上手いやつはボールをもうちょい踏み込んでるなとかだから今ね今日サッカーやってる方とかも自分が得意なことばっかやるんじゃなくてちょっと軸足を後ろに止めてボール蹴ってみようとかなんかこっちの足この体の向きで蹴ったらどうなるとかいろんなキックの練習して例えば俺とヨーデルさんやったら体格も足の長さも全然違うわけじゃないですか上がってますけどこれとね、比べると、はい、だから人のバネというかもう大事やけども自分に合ったのをもういろんなことチャレンジしてあの見つけるありますなんかそういうのがちょっと上手やったかなとその辺は貪欲にやってましたねやっぱりあのよく言いますけどもサッカー体使うのは当たり前だけども、うんうんやっぱりこう瞬間瞬間の判断能力は頭使うそうですねそういう意味でこう頭がいい選手がいいとかねまあもちろんあの判断の速さとかもありますけどやっぱりそういうことが人に言われなくても自分でこういろんなチャレンジできたりとかそういうのも必要かなそういうのはちょっとできてたかなもし今こうちょうどサッカーやってる少年たちが自分のチームの中で自分が一番でないあの同じチームのライバルのあの子より上手くなりたいどうしたらいいだろうっていうのはやっぱり今言ったような考えるそう、ね、子供たちに考える結局そういうことも小学校の時にねリューティング100回賞って言ってユニフォームにワッペン貼ってもらうんですけど俺はみんなはもう小5とか小4ぐらいでワッペン貼ってる子いっぱいいたのに
俺はもう卒団する日に最後に俺もう一回チャレンジさせて、でその最後の日にワッペンもう着ないのに卒団の日に最後にワッペンをもらって家に帰った。それぐらいこう諦める悪い子供やったし、なんか、うん、そういうのありましたね。うまい子に何どうやって追いつこうとか最後まで。てっきりもう3、4年ぐらいの頃には6年生に混じってやってて、俺は別格だぞっていう。全然違う。そうじゃないんだよ。全然雑草の感じでしたね、小学校の時。もうちょっとプロになるまで。それはちょっと意外なお話でした。うん、中学時代は、まあ、はい、まだ高校じゃないですから、サッカーで学校を決めるっていうことはないですね。中学校も強いチームだった。中学校とかなんかまあその少年団が強かったんで、そのメンバーがこっそり同じ地域だったんで、まあ、結構中学校も地域で1位だったり、大阪の大会に出そうなぐらい強かったんで、まあ、あの推薦みたいな形でちょっと高校にも行かせてもらった。はい、その高校がいよいよこちらですね。こちらこっち、こちら。皆さん知ってますか、あの初芝橋本高校という選手権に初芝橋本が出たのは久保田さんが入ってから初めて。その前から出た選手権は俺がね、これ3年だから学校ができて3年目の時に俺が入った。だから高校1年、2年しかいなかったんです。で、俺が入ってやっと3年、2年、1年揃った。新設校。初芝高校っていうのはもともと大阪とかにもあったんですけど、和歌山の方にできて、で、韓国人のコーチが来て、今では考えられないぐらい芝刈りました。体罰。ちょっと黒い話になってしまいましたけど。そうです。もう、その、なんていうんですか、新設3年目とかって、なんかもう、で、なんか1、2年生で選手権、インターハイ優勝したり、和歌山とか、で、こう中学校の時にこういろいろ悩んだんですよね。北陽、大阪だから北陽とかね、滝川に行こうとか、ちょっと誘われたんですけど、どうしても選手権で出たいのか、和歌山なら出れんじゃないか。ああ、なるほど。和歌山。和歌山ですか。はい。で、3年の時に高校選手権で得点を。そうですね、だからその大学の仕組みも俺あんまり分かってなくて、夏の、 あの推薦みたいなのを受ければ、うん、もう推薦枠ってないんですよ。あ、なんかもう分かります、そのなんかあるみたいな、夏に決めないとあかんっていうので俺全部断ったらプロになった。で、関西にあるね、ヴィッセル、セレッソ、ガンバ、京都、この4つにセレクションに行ったんですよ、練習参加みたいな。で、入れてくれって。で、行ったらもう、大体こう、もう決まっとる選手も決まってまして。で、もう、ちょっともよっぽどじゃないと取らないよって言われてたんですけど、チャレンジして結局取られずに、それで、この高校サッカーで、絶対俺はこれを就職活動にして、プロに言い出して、で、俺がこれが就職活動ですって言ったのが、なんか、ちょっとその当時ブームになってて、それ以来、選手権を就職活動する選手も、なんかチラホラ出てくる。ただ、手遅れでなく、セレクションに早く入ってたら、もしかしたらコンサドーレ札幌の選手じゃなくて、ヴィッセル神戸の選手だった。そうですよね、だから高校サッカーの時も、準々決勝ぐらいに初めてスカウトが来てくれて、はい。と思って、それがその名刺を渡されたのが今フロンターレ富士通。ああ、はい、一番の最初に札幌が一番じゃなかったじゃないですよ、残念ながら。はい、それで高校サッカーやしね、もうみんなにあんま気づかれたらあかんなと思って、そのままロッカーにいたら、なんかみんながバーッと拍手してくれて、みんなが見てて、それにはちょっと感動しました。やっとコートが決まった。え、富士通に、あの、いや、やっぱスカウトが来て、あ、ね、チームメイトがすごい喜んでくれたので、まあ、でも、俺はね、黙っとこうと思ったんですけど、あんまりこう、決まったとか言うよりね、試合終わってから
言おうと思ったらもうみんな分かってて、うん、確か同じ高校から大野、あ、大野横浜の近いも来たんですよ、結構したんですね、あ、それも来たら、そのね、準決勝ぐらいの時に札幌とあの、名古屋かな、名古屋と、名古屋はあの練習生みたいな感じで来てくれたんで、そんなとこ行っても絶対レギュラーになれないし、あのなんかもうちょっと俺の環境に、境遇に似たとこを選ぼうと思って、そしたらコンサドーレがちょうどできた時やし、ちょうどいいなって。なるほど、はい、コンサドーレはあの高校選手権でいい選手引っ張ってくるのが得意で、この後ね、コンちゃんの東北高校のコンちゃんを一番最初に引っ張ってきて、まあ、今朝もなんかどっかで試合してたみたいですけどね日本代表のコンで、コンちゃんっていうのコンの選手も今頑張ってますね。ってなわけで、じゃあいよいよ話は佳境に入りまして、こちらのユニフォーム、初代コンサドーレに入ったあたり、当時あのコンサドーレっていうチームはあの東芝のアマチュアの選手をそのまま引き受け、かつ、コーターさんとか村田達也さんとかペレイラさんとかプロの選手を引き入れて、40何人という大所帯だったもんですから、コーターさんもここのサインにある通り、38番でしたね。スタートしました。あ、はい、これもあのエースナンバー18になったことですね。はい、もう、投手のサインがもう大事に、すごい、大事にして、もうハドソンなんかもないです。あれ、桃田が出てるのか、もう、あ、こっちはまず、なんかこう、東芝だったり、札幌ビールが袖だったりとかで、それで、もう、私、一生後悔するんじゃないかという、コンサドーレの開幕戦、福島でありました、そこで、なんと、コンサドーレ初ゴールを決めてくれたのが、郷田さん。ね、やったーっていうあの飛行機ポーズでしたっけ？でしたっけ？あまり覚えてない。あれは、パクシーとかでもパスでしたっけ？あ、違ってる。パスだったらもうドリブルしていた。ドリブルで持ち込んで。まあ、でもあの福島の時の遠征で、よく遠征行ったら暇なんで、先輩の部屋に行ってたのが財前。今の監督のね、はあ、財前さんと僕はいつも一緒にっていうか、何かあるごとに財前さんの部屋行ってコンビニ行きましょうとか、仕事についてますかすげえ普通、はい、ホテルついてもコンビニ行くしかないんですか、はあ、はい、あ、財前さんたまにコンビニ行ってますよね、遠征行ったら。そうですね、この何回かあの愛媛遠征行った時とか、はい、札幌の若手の選手が、うん、ジャージでそろそろコンビニに行った時に、うん、愛媛では満喫だったかに行ったのか、そんなのがなんか見てるとなんか微笑ましいんですけど、財前さんとコンビニ行ったんですか？財前さんと一緒に連れて、マジか、財前さんの部屋にいつも行ってました。それはもう今でも福島のホテルでも財前さんの部屋に連れて、当時まだあの日産から来て、はい、財前監督ももうコンサドーレを背負って立つんだみたいなオーラ、めちゃくちゃうまかったです。天才、天才でした。でも高校選手権活躍つながりという意味では話あったんじゃないまあちょっと世代は違うかもしれないですけど、ね、室蘭大谷ですもんね。そうですね、もう北海道のサッカーを引っ張っていってくれた大前さんが今監督で、はい、そして、郷田さんがスタッフでということで、じゃあそろそろ次の監督を狙ってる。ライセンスも本当大変なんですよ。ですよね、はい、大変なんです。順番待ちみたいな、ね、A 級、B 級までは取れても A 級ライセンス取ろうと思ったら相当順番待ち。監督になるのもなんか大変、大変というか、なんかちゃんとタイミングが回ってこないと。そうですね、タイミングとか合わないと無理ですし、まあでもあんま監督ってならでもないんで、うん、はい。でも今はジュニアのコーチされて、はい、小さいお子さんを教えるのはあの活躍されてます。そうですね。なんかそういう一緒にやったりする方が、なんか監督よりコーチとかないかな。見てるか。今日もねいっぱいね見る限りスクール生の今いっぱい来てくれて。スクールを持ってるの。おお。ありがとうございます。
さんもいたりして、まあ、楽しくもうやりながら、なんかコツさえ教えるとすぐ上手くなるんで、なるべく分かりやすく教えるようにしてるんですけど、コツはコンサドールのトップに上がって、はい、日本代表まで上り詰めるだろうなぁなんて子もやっぱりいませんか。まあ俺見てるのが小学生なんで、それは可能性は無限大と思うんですけど、まああとはその子次第じゃないですか、ね、周りが決めるんだけど、その子が強い意識持って、今なんてもうどんだけ上手い子が多いとし、絶対に抜けます、ね、絶対に抜けます。よくあの小さい子のサッカーっていうのでもう疑問に思うんですけども、まずはあの筋トレとか走りとかよりもボールと戯れる、遊ぶ、本当にボールが好きになって、そっからサッカーを好きになるっていう、なんかその楽しんでテクニックを身につけるんだっていうのと、それから根性でガーッ頑張るんだっていうのと、それからそのさっき話されたちょっとこう小学校時代研究して考えながらやるんだっていうのと、その辺のこういろんなことのバランス、きっとお子さん自身でなくて見守ってる親御さんもその辺どんな風にアドバイスしてたらいいのかなとかって、親御さんからのアドバイスなんてどんな風にしたらいいのか。まあそれは全部今に言ったの大事なんですけど、まあ自分が親にしてもらってよかったなと思うのは、そのやっぱり自分が口にするものとかはすっごい気をつけてて、高校サッカーなんて言ってるあ、すいません、ちょっと次の話のネタ振りに高校サッカー行ってる時なんかもみんなね、あのお弁当とかとあとお菓子を詰められるんですけど、俺の場合は一本でかいウルメイワシ、ウルメイワシ行ってらっしゃいってこう盛況で買ったやつかな、多分1本ね、でもね結構いいやつを、なんか値段高いからって言っていつもお母さんに持たされてたんだけど、いつもウルメイワシとか小魚とか、あ、やっぱそういうスナック菓子とかあんまり食べる口にさせへん、そういうもの、だからそういうところも気にしつけてあげたり、小魚食べようってことですね。そうですね、あんまりやっぱねお菓子とか、スクール生の人は小魚食べてるのか、どうなんだろう、あんまり食べてないのかい。そう、ちょっとお腹すいたらそういうね、小魚とか、小魚食わさないとダメですよ、うん、やっぱね、今ね、スクールに来てる子とかでもちょっと今の現代子ってちょっと細いんですよ、ちょっと細いって子だから、小魚食わない、それって全然悪いことじゃなくて、今の現代サッカーのあの、乾とか香川、はいはい、で、セレッソやったら書きたいとかね、なんかこうスッとしてるんですよ、ああいう体型にの、だからどっちかっていうと海外の選手っていうのもそういう選手もいるんですけど、日本の選手もそういう体型になってきたなと思いながら見てて、あとはそこからいかに筋肉のつけ方をするかっていうのはもうこの時期しかできないと思うので、だからやっぱりあのサッカーやらしてるんやったらちょっとやっぱり口にするものっていうのを一番気をつけてあげてほしいなというのは、はい、今、今旬の選手の名前がいっぱい出てきましたね、はい、日本代表、はい、やっぱりというとやっぱ活躍もされて日本代表になられたっていう話がそろそろあってもいいんじゃないかなっていう、その前には頃合いだと思うんですね。コンサドーレが最初の年昇格できなくて、はい、でこのユニフォームになってから昇格したかなとかっていうのがあったんですが、この時はマイクを置いて抜け押してるそうなんで、続きまして、じゃあ、オリンピック代表で活躍し始めた方の話ヨデルさん、マイクをこう、含んでいく時はマイクをこう、はい、そうそう、先ほどね、あちらにもあったんですけど、ちょっと一緒横さんは分かんないかもしれないですけどオリンピックの代表で一番かっこいいこのユニフォームを着て19番の、しょって国立競技場で活躍したとき、あのセルジオ・エチモさんが、トルシエさん、見てますか、このコートはフル代表に呼ばないで誰呼ぶんですか、マネですよ、あの科学長セルジオ・エチモさんが、コメントぐらいコンサドーレで昇格に貢献して活躍して、オリンピック代表で、俊介たちと一緒に
ガンガン点取ってもう輝いてましたね。どうですか、あの頃の思い出は。そうですかね、まあ本当に何が嬉しかったかって言ったら、やっぱその、なんていうのか、札幌のファンの人とかサポーターの人とかすごい背中を押されてる感じがして、まあそれも嬉しかったのも覚えてるし、なんかこうあんまりこう、いやそこまでこう取り上げられるまだ実力じゃないのにやなっていうね、ちょっと引き目も感じるところもありながら、それはもちろんあります。あのセルジオさんが、いやあんなにセルジオさんですか。まあでもパス、あの時ね、やっぱ中村俊輔とか小野伸二だとか、やっぱパスくれる人がもうピンポイントでくれるし、あまあその時決めるだけですけどね、勢いがあったのが、まあ、一番あった時期やと思うんですけどね。まあこの頃はね、まあでもいい、あちらの写真、なんか凛々しい19番をつけたオリンピック代表の姿、本当にかっこよかったですね。まあでも一番はやっぱこう札幌の、ね、サポーターがこんだけこう盛り上がってくれたのは本当に今でも覚えてて嬉しかったですね。あるんだね。はい、そうやってコンサドールと日本代表で、活躍しながら、残念ながら我々と一時お別れの時が来てしまった、あのガンバ大阪に移籍する時の心境っていうのは、はい、札幌雨よ。なんで急にそんな感じになるの。ちょっとね、ヨーデクさん、主観がすごい。今のはあの、雨よってなんか、あれ、ありがとうございます。もうすいません、ね、もう言ってもりで、あまりにね、信じたのに参るとは笑っております。やっぱり、まあ、でもそのガンバに行った時とかも、まあタイミングかな、その1個前の J2 でやって上がれなかった、そこからまたチームとしてもこうどういう選手を補強したり、こうチームのビジョンっていうのがちょっと俺のね、あの時のイメージと合わなかったっていうとか、あとはそのガンバの方からこう熱烈にこう声かけられて、もう今断ったら多分ねえそのっていう思いかな、ね、一番ね、地元大阪に帰れる嬉しさと、育てて育った札幌を離れる辛さと、でもその高校の時にあの俺を落としてるわけやから、ガンバ大阪に、あだから見とけよと、絶対欲しいって言ってくれるような選手になるっていう目標があったから、そういう夢も抱えてたんで、だからそれで声かけてくれた時は嬉しかったし、やっぱりね、関西のチーム、まあ、2000年からでしたね。そうですね、ちょっとそちら2001でちょっとなんか2000年からですね、そうですね、うん、まあでもあの時は行って代表、その当時代表だった稲本とかね、すごい刺激的な、すごい選手がいて、もうなんか日本の代表も含めて盛り盛りって時ですね、全体的に。それじゃ あのまだまだ聞きたいこともたくさんあるところなんですけども、ちびっ子の皆さんにもちょっと暑い中なんで一回休憩取らせてもらっていいですか。休憩の時間だよ。まあ話のしおりとしては、あの2000年にガンバに移籍をされたというところからちょっと続きの話をできればなと思いますので、はい、ちょっとあのおトイレとか、はい、まあ、それじゃあ10分ぐらい、ちょっと50分から再開させていただきたいと思いますので、はい、はい、じゃあどうもありがとうございました。一旦休憩します。はい、50分になるまで戻ってきてよろしくお願いします。パスマと勝手にあのいろんなものを決めつけるパスマとお願いします。パスマとお願いします。パスマとお願いします。変なのバッチですからな、それはないです。パスマとお願いします。これはあのちょっと落ちた何だろう、食い入り入ってから急に出そう、入れてから急に出そう、なんか妨害するものも見えないというか、覚えてたのもあるし、ここに置けたらバラエティやるから、そこじゃなかんしょ。
で。あまりにもこれ、あんまり言いたくないですけど、ここ、ないがしろしすぎでしょ。何のどれぐらいいくかっていうことだよ。でも、ちょっと、自分の話してるよりは、ね、ちょっと、話が、写真で配信してます、はい、写真というか動画じゃないです。Thank you.
ほんでその1年目か2年目ぐらいのミナが
平本選手が海外に行っちゃった、ね、でその時にあれ俺何してんやろみたいな感じで俺がもっとやらんだと思って、うん、なんかこう自覚が出てそっからこうちょっと11点ぐらい2シーズン連続で取れたりとか、うん、その辺がよくは思いましたね。あとガンバの2005年で最後ねこう優勝できて、あその試合そのシーズンも19試合ぐらいしか出てないんですけど、まあ優勝できて大宮に行き、うん、あのコンサドーレで一緒あの藤ヶ谷、あ藤ヶ谷一緒に優勝したんでしょ。藤ヶ谷も言いましたね。そうね、あと24歳ぐらい。まずね土曜日にその試合のこう今 J リーグクロニクルっていうね昔の試合の10位からチームで見れますね。はい、それをのガンバ対フロンターレの試合を土曜日にちょっと解説させてもらって懐かしい思いをしながら解説してきました。今日ので、ね、今羽田から飛んできたんですよ。昨日なんか水戸戦を解説。そう、水戸対ガンバの試合を解説して。はい、あのそのトドロキで優勝決めた時はあの宮本選手がこうすごくかっこいい顔ですごくかっこよく泣いて西野監督と抱き合ってたみたいな。やつですよね。そうですね。全部かっこよかったけど。全部かっこよかった。やっぱりあの大宮とかの水戸に行かれた時も、うん、まあでもあのガンバに行かれた1年があったんで、やっぱりその1年っていうのは何だったんですかね。やっぱりもっと溶け込みやすく。そうですね。あの遺跡をこう大宮にされた時は、はい、やっぱ最初のチームいや、慣れないですよ。やっぱダメ、うん、ダメですか、そこの辺は難しいですか。全然チームが違って、やっぱガンバです。パスどっからでも出てきたんで、大宮行ったのはちょっと最初失敗したなって正直ね、そのやっぱりこう俺一人で何でもやるタイプで、やっぱりこうコンサドーレの時やったらもうマラドーナとか、そのパスが出てくる選手がいない、生きない、なんか生きない選手だったんで、大宮に行った時はちょっとこうチーム行けばいいってもんじゃないんだなみたいなのをちょっと勉強して、まあでもその時に大宮でも守備のこととかすごい勉強はさせられましたけどね。大宮行ってちょっと失敗で一緒でいいですよ。リトリスで リトリスで当たり方当たり方、いや水戸に行ったのはもう自分でも一番こっからご精神的にも成長したな。大宮の時も十分ね、30前だったんでベテランだったんですけど、そういう意識は全然なくて、水戸行ってやっぱりこう自分がベテランとしてチーム引っ張ったっていうなんかすごい有意義な時間でしたけどね。今こうやって札幌に戻ってきてくれて本当に涙出るくらい嬉しいんですけども、まあ、あのユーストリームの調子も悪いということで遅れ子的な話で、実は水戸の時に選手として札幌に帰ってくるという話が巷の噂であったような、まあ、それはいっぱいありますよ。そのガンバに行った1年目のね、その時にバンドがとかが来て変わってたんだ。でその時に、まあ、俺は別にレンタルなんで、ね、コンサドーレも上がるし、じゃあ戻りに全然そういう話しようかなと思ったら、もうなんかやっぱバンドいるからあれなんかまあそういう感じもありましたよ。その普通になんか俺としたら、いやねやっぱ最初その契約の土台には乗りたかったんやけど、いや全然そういうのじゃなくて、もうガンバとそういう遺跡の話とかを勝手にやられたから、俺もちょっとムカついたっていう話から、裏話から、あとはもうその、ね、もう毎年毎年こう札幌の話とかも聞いて、まあいろいろありましたけど、そういう変遷があった中で、なんとこの度は巷の噂では某札幌に骨を薄めるという気持ちでいらっしゃるのではないかという、まあそれはね、引退してこうどこで住みたいかなと思った時に、やっぱり札幌なんでなんですかね。すごいですよ、いい町なんですよ。好きです札幌の目見ながら歌ってますからね。まさか差しでな。まあ本当札幌は、まあ、僕ももともと富山県出身なんですけど、それでまあ来て本当にいい街だと思って、ね、で東京からこっちに転職できたんですよ。
まあ、素晴らしい場所だと思います。戻ってくるにあたってまたあの寒い雪の多いとこ行くのかっていうよりも、お札幌に戻るぞっていうこう意欲、意気込み、町の魅力、人の魅力、サポーターの魅力で来ていただけたね。もちろんですけど、なんでなんそんなの、ね、いつもね、僕はこれ今までもちっちゃい時からも直感なんで、やっぱりその直感とあとは自分の肌で感じていろんな町に行ったけども、結局ここに戻ってきたっていうのはまあ何かあるんですよね。あの野々村社長は石水伊沢さんに「舞社長やれや」はい、で太田さんは野々村さんに「お前はお前社長やれや」そんな流れじゃないですか、ね、俺も石水さんですよ。石水さんが戻ってきてくれへんかって言った一言に、まあ、ちょっと感動して、まあ石水さんに言われたら、ちょっと心強いのもあるし、あまあ戻ろうっていうのもありました。はい、それで、あの、まあ、生活をされていく中で、はい、これからのコンサドーレで、まあ、なっていくであろう、うん、若いって言わないから、そうあのお子さんとかだったら、ね、これからこうどんどん上手くなっていく場所を教えて、行っていただけるというところに携わっていただけるわけですけども、はい、まあ、これからどんどんこう札幌も、もっと強くなって、やっぱり行かなきゃいけないなと思うんですけども、なんか最後の締めというわけではないですけども、はい、なんかこう集まった少年たちに熱いメッセージ的なものは何か。少年に。少年に。まあ、いつもこうスクールでは話するんですけど、まあ、絶対にこう今の時期にあの技術とかそういう自分が負けてるなとか自分では判断してほしくないって言ってるんですよね。そういう自分が今このどの位置やったとか。もうそうやし、今日練習で俺があかんかったとか自分で判断してほしくないっていうような話をちょっと子供にはするんですけど、まあ、それは何でかって言ったら、まあその練習終わって今日は全然ダメだったからダメな練習とかじゃなくて、やっぱそれよりも一生懸命やれたらいい練習であって、だからそのどんだけその1時間でね自分がもう夢中になれとかっていうのをもうちょっと大事にしようっていう話とか、サッカーノートをね、解体してくれるクラスもあるんで、はい、まあ、そういうのに書いたりして、で、あと、もう夢を持つってことはすごい大事で、僕も高校選手権の時に手にね、なんか夢って書いて、それを見ながらいつも試合に挑んだりしたんですけど、まあ、夢を今持ってる子ってすごい多いと思うんですよ。サッカーノートとか子供の見ても、すっごい具体的に書いてたり、あの、まあ、本田がね、今有名なね、本田選手なんかも昔の作文なんかもう漠然とした夢じゃなくて、これはもう具体的なんで、もう見たことあるけど、その俺はもう40億もらってみたいな、リアルマドリーに行くとか、そうそう、すごい詳しく書いてたりして、まあだからそういう夢を持ちながら、まあああいう具体的な夢をとかね、漠然とした夢っていうのもあるけど、その夢に向かって自分が何をするかっていう過程が一番大事だと思うんですよ。で、俺も例えばお母さんを国立に連れていくってなって、その夢を叶えたけども、なんかもう充実感なんてはっきり言ってないの、あんまりね。次の夢がすぐ、次の家庭が出てくるから。だから夢を持つっていう叶えることだけが大事なんじゃなくて、もう叶えたところでそんなに大したことないっていう。サッカーでも試合で勝てば、あの、その時は嬉しい、すぐ忘れちゃう、次のもある、そう、次があるんで、だから、常にこう夢の中とか言って、夢中ってね、俺は子供に言うねんけど、やっぱもう何にでもこう夢中になれるのを大事にしてほしいなって、その夢を持ちながら、その夢を追いかける、ずっと追いかけてほしい、そういう子供になってもらえたら、絶対にサッカーの選手になりたいと思ってても、それが例えば無理でも、もう違う職業で絶対成功する子になると思うし、はい、ありがとうございます、はい、あのまさにね、こう今回のイベントでも少年よ、大志を抱いていこうやというような感じになったところで、ね、もうちょっとでも太田さん風に言うと、少年よ、大志を
抱いて生きやのが簡単で難しいですね。大志を抱いて行こうか行こうかとかちゃうんです。じゃあまあね、今日は最後にその少年を大志を抱いて行こうやというところで今回のトーク部分ははい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。大志を抱いて行こうやなんですね。僕らも最初イキやイコやイカ変化いろいろ考えたんですけど、どれだろう。さすがにあのゲストの気分を害するのも良くないのでイコやというところ落ち着いたんですけど、あながち間違ってるなというところでですね、あのちょっと長くなってはしまいましたが、質問などござる方がいらっしゃいましたら、はい、お待たせいたしました。重いな会場、重いな。なんか恥ずかしいな。あの学校とかでもそうだろうけど当てるよ。こうなってくると当たるよ。マイク入って いきますよ。マイク行くの？あ、そうか、それ運べますよね。じゃあ、はい、こんな機会あんまりないですから、せっかくおじさん頑張って企画してみて、何か聞きたいことありませんか？じゃあ、ご指名で行きますか？ご指名で行きますか？内向当ててどうする？あ、そうですね、ちょっと無理やり感が出ちゃいます、ね、なんか大きなお友達でもいいんですよ。大きなお友達でいいよ。なんかね、聞きたいことがある。保護者さんですね。大きなお友達じゃなくて保護者さんですね。例えば小魚は埋めいますとか何も書いてないとか、そういうのが結構です。何か聞いちゃえよ。じゃあお母さん聞いちゃえよ。シュプリをかぶったら。いいね、似合うね。何か僕は魚が嫌いですけど、魚が好きになるためにどうすればいいですか？魚が好きになるためにどうしたらいいんだろう。こんな北海道にいながら魚嫌い。魚嫌いは全部嫌い。生魚、焼き魚、焼き魚は嫌いなの。多分めんどくさい。骨とかですね。骨が嫌いな。お寿司は大好き。お寿司好き。ダマの魚かな。お寿司、刺身だ。刺身好き。あ、刺身好きなんだね。似たやつはあの好きですね。お刺身でいっぱいキューンといったら最高だよ。じゃああれだね、あの骨が苦手なのかな。骨とか匂いとか焼いた匂い、どうしたらいいんですかね。そうですか、匂いが嫌いなのね。好みなんて変わってくるから、あんまりこう嫌いと思わんと、今は食べないだけで、だからあんまり嫌いとかそういう、こうマイナスなことを口にしないようにした。あ、今は俺魚は食べないで、ぜひ食べれないように、もうちょっと大きなったら食べるという感じで。魚と同じ気持ちになるように海の中で魚と一緒に泳ぐ。ちょっと何言ってるか分かんない。でもね、生の魚好きですからね。魚そのものがダメって言うんだよ。だって俺のだってね、こう札幌に来た時も納豆巻きなんて関西のコンビニなかったっすか。ああ納豆を食べれるようになったのは俺北海道来てからで、北海道来てプロになって、大体晩ご飯ってあのバイキングなんですけど、はいはいはい、それにいつもホテルにカップのちっちゃい納豆がついてて、でも健康のためにやっぱ食べんなと思って、体強くしたいしと思って一口食べて、なんかもうコーヒー豆みたいな味しかしなくて、なんでこんなん甘いのかなと思って、でもみんなうまそうに食べてるから一口が頑張って食べていったら二口になって、もうすぐ2パックくらい食べる。2パックくらい納豆ですね。納豆どう？納豆好き。じゃあ大丈夫ですね。全然大丈夫なんです。魚の分は納豆で食べる。魚嫌いなの食べるチャレンジ、そういうのもチャレンジ、いろいろチャレンジしてさ、一口だけ友達からもお母さんとかからもらうとか、していけば、あれ大丈夫。焼き魚もそのうち食べれるようになるよ。いやでもありがとうね、うん、納豆好きだってよかったね、うん。
じゃあこれからもまた焼きたてのちょっとだけ食べる。そうそう、一口だけでもいいから食べる。ですね。ちょっと気が違いますありがとうね。ありがとうございます。はい。はい。はい、おかえり。納豆嫌いな人とか。あ、もう、手だ。いいよ。お、女性は、そうだね。あ、あの、命の。コンサドーレはどうなってほしいですか。今後コンサドーレ、コンサドーレね、やっぱりその他の、まあ、J リーグのチームもそうですけど、まあやっぱりこう市民にできたらこう阻止をっていう、なんか高齢化です。要はやらしい方したら、みんなでお金を出し合ってこう運営していくっていうね。そうですね。バルセロナですよね。そう、バルセロナとかね、やっぱそういうチームもそうやけども、大きな企業に頼る、ね、今言った白い恋人さんとかがね、すぐお金出してくれてやってるけども、やっぱりもっと市民の北海道に根付いて、一人一人がちょっとずつでも出して、チームを支えるような、やっぱそれを なるにはすごいもっといろんな課題があると思うんですけど、サッカー嫌いな人がいっぱいいるからね。だからそういう人にも理解をもらえたりするように、やっぱこれからコンサドーレっていうのはもっと地域貢献とかをもっとしていかないとダメだし、地域貢献ってね、なんかいろんな、もっと札幌だけじゃなくて田舎の方に行って、サッカーの教室開いたりとか、こういう子供のために夢の話をしに行ったりとか、ね、そういうできる団体でもあると思うんで、だからそういうふうに、今以上にもっと札幌に根付いて、でやっぱり J リーグでも絶対優勝するような、ね、上位を常に争うようなチームにもなれると思うんで、まあプロに。なってください強く。やっぱりそれは今のこのちっちゃい子ね、お札幌のサッカーやってる子供がやっぱコンサドーレに入って強くするとか、そういう夢を持ってくれる子がもっと増えてくれたら絶対強くなってほしい。よろしくお願いします。そういうきっかけ作りのためにこのラボ研究室という実験室ということで、ね、そうですね、だからいろいろ試行錯誤をやってみてるところで、周りのお友達にもこういうかっこいいコーチがコンサドーレにいるよっていうことを教えてあげてください。お願いします。まあね、宮さんね、お金はね、言われなくても出すぐらいの人がいっぱいいるでしょうからねあれなんですけど、やっぱりこう、そう今質問してくれた君とかね、サッカーやるぞと、札幌入って札幌強くするぞっていう人が増えて行きやすい感じにもしていきたいですよね、要はこう市民に愛されてというところを目指していきたいですね。ありがとうね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ他はなんか、はい、どうぞ。大きな、あ、大きな、大きな友達。はい。子供がね、はい、人見知りでシャイなので、代わりに今6年生なんですけど、はい、来年ね、中学に上がるときに部活で終わらせようか、それともクラブチームに入れようか、それをね、すごい今悩んでて、コンサドーレに入れるんだったら入れたいけど、遠いんですよね、結構ね、練習会場が、ね、丁寧なんですよ、今通うのに結構かかるな、自力で通うには結構かかるな、練習会場とかはやっぱり今でもあれですか、そうですね、まあ、徐々に増えていったりねって考えてるんですけど、中学生とかの年代になると今はもうメイン借り切りになっちゃうんですけどね、そこでやっぱり丁寧からの距離だとやっぱ増えるんですよね、親の力ってすごいいると思いますけど、まあでもそれでしたらもう無理にねこだわる必要はないと思う。どんな道からもやっぱりこう、まあ、実力がね、あればやっぱりどういう形ででも今日に上がれると思うんですけど、行けるし、地下鉄駅から東側駅まで練習のためにバスが出るとかそういうのはないんですか。
じゃあ出てますよね。あ、でも、あ、でも、1ヶ月行きまではやっぱり行かないと。そうそうなんですよ。経理不便なんですよ。でも、免許証取るには一番最初に。そう言われる。取るタイミングだけですよね。確かに、確かに。スイカを食べるのも、店員で山口ですよ。スイカ食べるんですよ。スイカが、しい。どうなんですかね、こうコンソールでやりたいとか、プロジュニアです。はい。どこでも。どうすかね、それはお子さんと相談して。どうしてもってなったら、やっぱ長い距離でも。そしたら通えんのかって、まあ、自分でもね、中学生ぐらいだったら通う、俺も通ってましたからね、彼女さんがそこに、まあ、1時間以上かけてね、電車で、まあ、まさしくそういう多分話ですよね、あの、こうやりたいクラブ、はい、ここで習いたいとかっていうのがあったら、うん、その、まあ、中学生ぐらいの自分にはそうやって1時間程度かけて通ってらっしゃったっていう、そうそうだからこの高校初島仕事だって、うん、うまいこと言って1時間40分以上かかりますから電車に2つ乗り継いでバスですから、はあ、あ通ってらっしゃったんですか。はい、通い でちょっとでも田舎なんでちょっとでもずれると30分後とかになるから2時間半くらいかかりますので、はあ、だからそんなね、国になんないですよね。アンダー15のセレクションはいつ頃ですか。全然知らないです。育成じゃないんで。でも早めにやりますよね。あって逃しちゃったらもう、さっきの受ける分には受けるっていうのはあれじゃないですか。まず受けるだけでも。あ、そうですね。受けるのも絶対あの子供の経験にもなるしね。あの緊張する中でやっぱり参加させたりするのがすごい大事と思います。あ、ちょっとポジションがセンターフォワード。はいはいはい。点を取るコツ教えてほしい。点を取るコツ、やっぱりこう、そうですね、したたかにこうずっとボールがないときにいかに敵の裏を取るかだとか、常にボールを意識してるっていうことが大事かな。自分がボールの方向いてても、あ、今ゴールどこにあるかなとか、今ディフェンスがどういう形かなとか、そういうのだけ見てるだけでも絶対にこうチャンスになったりボールをもらえるひらめきが浮かんできたりするから、だからやっぱりもうその今の自分の置かれてる状況とか、やっぱり前の選手ってあのなかなかボール来ない時とかあるやんか。やっぱり真ん中の選手はずっとあのボールに守備にも攻撃にも参加する、フォワードの人ってなかなかフォワード攻めてる時しかあんまりボールに触る時がないから、その触れない時にもう状況をすごい見とくっていう練習をしたので、だからその時にボールが来てトラップしたけども敵が見えてなかったとか、そういうシーンとかあるよね。だからそれをなるべくなくさないと絶対うまくなる。しっかりと状況を判断して、なるべく今トラップミスしたけどもから取られたとか言ったらいいけど、トラップしたのに敵が飽きてんの気づかなかったっていうのが一番サッカーじゃダメかな。それやったらトラップミスして取られた方がいいミスやからね。だからその辺もちょっと意識してやるとすぐ上手になる。敵が来てると分かってたらもうどこにでもトラップできたりするから。はい、ありがとう。はい、じゃあ、あちらの子を、はい、じゃあ、これ、最後、はい、はい、どうぞ。あ、はい、はい、マイク近づけてね。はい、コウタさんが、監督になったら、はい、コンサドーレで欲しい選手とかいますか。コンサドーレで、今の現役の選手でってこと。いや、例えばこういうタイプが欲しいとか、そっちやな。今ね、例えば今のコンサドーレを見てたりしても、まあこう
まあ、今ちょっとお金が使えない、ね、1億円の選手を取れるわけでもないから、だから正直言ってそのどんぐりの背比べっていうかね、もうそんなに秀でてる選手がいてない状態で、その中でやっぱりタフな選手とか、俺が監督やったらね、もう下手でもいいから90分走り切れる選手とか、あとはもう練習を死に物狂いにやるとか、もうそこしかないと思うね今。だからそれを、まあ、俺がこうトップの選手と会う機会があったらちょっと話させてもらったりもするんやけど、ね、でもそうしていくことによってもう強いチームって絶対できると思うので、うん、だからその今ね子供の年代でも別に上手い選手っていうのはこれから勝手に自分が上手くなるかなんかもさ、一生懸命やってそっからの結果やから誰も分かんないと思う今ね。だからそういうのを意識するんじゃなくて、もうどれだけこの一生懸命できるかっていうことをこう突き詰めれる選手が俺はの軍団にしたいなと思って、コンサドーレのチーム、だから負けても思いっきり観客から拍手が出るようなチームというか、そういうチームになれる人選をしてほしいなと思います。ありがとうございました。はい、はい、ありがとう。はい、じゃあこれでですね、今日お時間も来ましたので、はい、今日のコンサドーレラウンド、ボリューム1、吉原幸太の少年よ大志を抱いていこうやを終了させていただきたいと思います。この後ですね、まあ、サインや写真撮影がちょっとご希望の方がいらっしゃいましたというところを考えておりますので、はい、そちらまた順次前にご一緒していただいてですね、やっていければと思っております。今日お子様向けのイベントというところに来ていただいたんですけれども、はいはい、なんか最後どうでしたざっくり最後、はい、それはもうこれで来ていただいてすごい嬉しかったですし、まあまあ、一番嬉しかったのはやっぱりこう来てくれたお子さんがほんまに真剣に集中して、俺のスクールより集中してくれた俺の集中、ね、スクールの時より集中してるんじゃないかぐらいの勢いで、まあ、ちょっと興味を持って聞いてくれたのが一番やっぱそういうテーマだったんで、うん、だからこれからのこうサッカーやるにしても、うん、時とか、もういろんなところに生かしてほしいなと思いますね。そういう普段の生活とかに生かしてくれたらなと思います。皆さんが集中してて大変に良かったと。はい、逆にちょっと緊張しました。まあちょっと我々も。まあちょっとはい。でですね、すみません、ありがとうございました。はい、次回、コンサドーレですね、ちょっとこれのイベントが次どこでやるかというと、ちょっとまだ決まってないんですけれども、来週、6月22日に FC ギフト、集めて、また土曜日に試合がございますので、ぜひ皆さん、お誘い合わせの上で、ご来場ください。はい。で、本日はご来場ありがとうございました。はい。今後はコンサドーレラボとして、いろんなところで、市内のいろんなところでいろんな意見をやっていきたいと思いますので、皆さん、こういうイベントあって、お子さんが的なことですね、なんかうまいこといろんな人にやっててください。はい、すいません、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。